大内末毛利、世の流れを正確に見定め見事に渡り切った男、増田藤兼。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は増田藤兼について紹介していこうと思います。大内末期から毛利氏へと中国地方の覇権が移り変わる中、多くの黒人たちが離合集散を繰り返していました。大内氏に仕えていた増田藤兼はその後末晴方に属し、最後は毛利氏に従いました。末晴方陣営での重鎮だった彼はなぜ毛利氏に仕えることを許されたのでしょうか。それには彼の才覚と世渡りのうまさが関係していました。大内氏の重臣であり末氏とは姻戚関係だった増田氏、石見島根県西部の黒人増田氏はもともとは三河本氏の一族だったと言われており、石見増田の地に居住した者たちが増田姓を名乗るようになったそうです。享禄2年1529年、藤兼は大内氏に仕える増田忠兼の息子として誕生しました。宇喜多直家と同い年になります。増田氏は大内氏でも存在感を示しており、曽祖父が応仁の乱に出陣して全盛期を作り出すと、祖父宗兼と父もまた優秀な武将として名を馳せました。藤兼の藤の字は室町幕府将軍足利義藤からの偏記となります。この義藤が後の義輝ですね。大内家臣の中でも増田氏と末氏は姻戚関係にありました。このため宗兼は末高房との間を仲介し忠兼と兄弟契約を結んだのです。この高房が後の晴方となります。非凡さを父が見抜き祖父の後を継ぐことになる。藤兼の初陣は天文12年1543年の第一次合算戸田城の戦いでした。これは大内義隆が遠征を行い尼子春久と対決した戦いです。武断派とされる末晴方らの強硬な主張を受けてのものでしたが、結果は惨敗。増田勢もまた散々に打ち破られ、藤兼としてはなかなかハードな初陣を体験することになったのです。この戦いの影響は大きく、義隆は敗戦の最中に嫡子晴持を失ってしまったことにより、これまでのような意欲を内政にも軍事にも示すことはなくなり、大内家中では武断派よりも文治派の方が存在感を増してくることになりました。この翌年、藤兼の祖父宗兼が亡くなると、なんと増田氏の家督は父忠兼ではなく藤兼が継ぐことになります。忠兼は藤兼の非凡さを早くから見抜いており、自分は家督を辞退し息子をサポートしていこうと決断したと伝わっています。父の補佐を受けて当主の座についた藤兼ですが、主家大内氏の内情は怪しいものとなっていきました。特に末晴方と大内義隆の仲は修復不可能な域に達してしまいます。互いに警戒し合うようになり、ついにはいつどちらがどちらを襲うかというところにまで来てしまいました。末晴方に味方し外交手腕を発揮する。天文20年1551年、ついに末晴方は謀反し義隆を襲います。これが泰寧寺の変です。晴方は前もって藤兼に謀反を伝えていたようで、もちろん藤兼もかねてからの関係の深さから晴方に協力し義隆を追い詰めて自害させました。後には文治派筆頭相良武藤の子虎王を捕らえ殺害しています。そして晴方は大内氏から迎えた大内義長を擁立し実権を握ります。藤兼は祖父元兼など
周辺の黒人たちを説得して春方に従わせたほか、将軍足利義輝に春方の下克上は正当なものと奏上し、大義名分を得てみせました。その後、春方の命令により尼子氏と大内氏の同盟締結にも貢献しています。こうした彼の外交手腕は戦での強さだけではないことを示し、春方や義長から高く評価されました。所領も増え、彼は末大内陣営の重鎮となったのです。吉見正頼との対立。この一方で藤兼は吉見正頼と領地をめぐる対決を続けていました。たびたび攻め込んではいたのですが、なかなかうまくいかずに撤退し、調略を仕掛けたりもしたのですが、それも成功はしていなかったのです。しかも吉見氏は末氏と険悪な仲でした。正頼は大内義隆に信頼されており、義隆の姉をめとっていたため、彼を殺害して下克上した春方と擁立された義長を認めていなかったのです。そのため正頼は天文22年1553年、打倒末春方を掲げて挙兵し、藤兼は三本松城の戦いで吉見勢と戦いました。結局城を落とすことはできず、両者は和睦を結んでいます。とは言っても対立が解消されたわけではなく、二人は互いに互いを煙たく思ったままとなったのです。末春方が敗れ、一転毛利の標的となる。下克上を果たした末春方ですが、やがて毛利元就との間に亀裂が生じます。そしてついには全面対決の流れとなり、弘治元年1555年、厳島の戦いが起こりました。数で圧倒した末軍でしたが、毛利軍の奇襲の前にまさかの敗北を喫し、春方も自陣してしまいます。これで藤兼にとっても風向きが完全に変わることとなりました。彼は春方の陣営での貢献は非常に大きく、次に毛利の標的となるのは目に見えていたのです。そのため彼は家の断絶を覚悟したとも言われています。そして藤兼は毛利との対決に備え、市場の整備や建設を急ぎ、抗戦の構えを見せました。ところが毛利方の動きは非常に素早く、吉川元春の軍勢が増田一族の福屋氏などを圧倒し、そのあまりの強さに藤兼の兵たちまでもが戦意を失ってしまったのです。加えて毛利の傘下に入った吉見正頼も増田領に侵攻し、周辺の豪族たちまでもが次々と毛利方に寝返っていきました。進退極まったかに見えた藤兼のもとに、元就の娘婿である宍戸高家から降伏の勧めがありました。そこで藤兼は増田の本願地、武田の名字の由来となった場所を残すという条件で、ついに毛利に降伏したのです。吉川元春のおかげで除名され、毛利家臣として仕える毛利元就は藤兼を末春方と共に主君大内義隆を殺した大罪人と考えていました。加えて吉見正頼との仲が険悪であることも知っており、もし藤兼を許せば正頼が怒って毛利に反抗するのではと考え、藤兼を処刑することはやむえないと思っていたようです。しかし藤兼の命を惜しんだのが、彼と対峙していた吉川元春でした。元春は彼の武勇はあまりに惜しいと除名嘆願した結果、彼は許されたのです。そして毛利家臣の列に加えられ、元春の傘下に入りました。藤兼は以後毛利方として多くの戦に参加するようになります。この間にも尼子春久から寝返りを誘われるなどしましたが、毛利への義理を立てて断りました。その後は尼子攻めや大友攻めにも出陣しています。末春方陣営にいた頃、外交手腕を買われていた藤兼ですが、人の心を捉えるのが上手だったようです。元就には体を気遣う手紙を出して喜ばせたり、
多くの貢ぎ物を献上したりして距離を縮めていきました。息子元義元長の元の字は元就から偏気を受けたもので、その妻には吉川元春の娘を迎えています。そして慶長2年1597年、藤兼は68歳で亡くなりました。大内、末、毛利と従う先を次々と変えましたが、時代の流れを見誤らなかったと言えるでしょう。藤兼の才能を息子元義はしっかりと受け継いでいました。石見一の切れ者と呼ばれるようになり、関ヶ原の戦いの後は徳川家臣に誘われるほどの人物となったのです。しかし彼はその誘いを丁重に断り、毛利氏への忠義を尽くし続けたそうですよ。まとめ1。大内氏重臣増田氏は末氏とも関係が深く、藤兼はそこに嫡男として生まれた。2。祖父が亡くなると父は家督を辞退し、非凡だと感じていた藤兼に後を継がせた。3。末春方の謀反に加担し、彼の政権運営に大きく貢献した。4。吉見政頼とは領地をめぐり長年対立を続けた。5。末春方が厳島の戦いで敗れて自害すると、一転毛利氏の標的となり降伏した。6。吉川元春の除名嘆願により除名され、毛利家臣となって忠義を尽くした。末春方とあれだけ親密な関係にありながら毛利の家臣になれたということは、藤兼は相当得難い人材だったのでしょうね。息子の元義は行政改革の中心となって藩の財政を再建し、この功績によって増田氏は永代家老となったそうですよ。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。